はい、お願いします。始まりの合図がかかると耳の中に流れてくるクリックとギターの音質、何度やっててもワクワクしてるこの瞬間、どんな人に会えるのかな、たくさんの感情とリンクしてく、そう楽しい歌もあるでしょ、切なくて思わず涙こらえたり、それがたったの5分の中に詰まってる、たくさんの気持ちを詰め込んで歌に乗せてくんだ、小さなスタジオに今は一人だけど、曲の向こうを君が待ってる、いつの日かライブでどんな風に歌おうかな、みんなと過ごした思い出増やしてどんな曲に育つのかな、どんな環境でこの歌を今聴いてますか、一人ですか二人ですか、それともみんなとなんでしょうか、切なくて思わず泣いちゃった人も、それがたったの5分の中で起こるんだよ、不思議だよ私がこの場所で歌えてるだなんて、どこかでこの曲が聞かれてたり、誰かがこの歌を口ずさんでたり、別々の場所でも心はね繋がってるんだ、嬉しい楽しい寂しい気持ち全部がこの場所で繋がってる、私がいつか聴いてた曲をこうして生まれて、気づけばそっと近くにいてくれたんだろうか、誰かの気持ち代わりに歌うなんて大きなことはできないけど、寄り添えるような曲を詰め込んで歌に乗せてくんだ、小さなスタジオに今は一人だけど、曲の向こうを君が待ってる、別々の場所でも心はね繋がってるんだ、嬉しい楽しい寂しい気持ち全部がこの場所で繋がってる、別々の場所でも心はね繋がってるんだ、嬉しい楽しい寂しい気持ち全部を込めて歌う、君に向けて、紹介。